れ売れるやつと思わへん。めちゃくちゃすぐ辞めるやつだよ。多分このここの母校に何組も帰ってきましたけど一番ひどいっすね。いや、この時の僕の中の面白数字が3だった。母ちゃんが帰ってきた。母ちゃんが勝手に応募したのジャニーズ。そうなの。俺ジャニーズなの。僕も初めて見るんですけど、 NSC がドイツドイツさんが吉本入るときに書いた履歴書を用意してくれてるんですよ。いやー、弁髪なのかな、楽しみだな。気持ち悪い。えっ、これなんか平成生まれですよね。平成生まれ。これ修二とアキラの時の。そうですね。これはのぶたをプロデュースの。確かにめちゃくちゃ憧れてましたね。確かにこの髪型やってたな。小山くんあたりがやってた。めちゃくちゃなんかツイストパーマでなんかやってるやつ。どうしたまずこの画質どうした。ちょっと笑いにくい画質なの。なんだこれ。わかるんです。どこで撮ったの。どこで撮ったとか覚えてないの。ほこりまみれの証明写真のとこで撮ったのか。わかんないです。マジか。これは。でもなんか、ちょっと正直別人みたいだよね。やっぱり、時代を感じさせますよね。あの頃ってでもこういう髪型の方多かったから。結構流行ってたよ。おもろいやつ、わけがないですよね。これはまあ、厚野さんはどういうような思い出でしたか。なんか同級生に誘われて入ってきたんですけど、もうほんと大学の時にそれこそこんな感じで、ユッティのモノマネ一発で新刊サークルの代表とかに上り詰めてたの。そんなことやってたよ、さんが。国立の大学なんですよ。ああ。でも、ウェーイみたいな結構はしゃいでたんですけど、もうその、なんか、就活とかも逃しちゃって、それでもう、その、時の相方、一緒に NC 来るやつが一緒に行こうよって言って。半熟ピカソって、大学の同級生。同級生、高校、大学の同級生。へぇー。なるほど。だからみんな就活してる時も僕だけその眉毛ちょっと剃って、そのツイストパーマとか当てて。確かにこれパーマ当たってるんですよ、皆さん。でね、眉毛がね、整ってるんですよね。やっぱシュッとしてるよね。次行きましょうか。刺身さん行きましょうか。やだなぁ。はい。うわ、ちょっと、え、ちょっと待って。おい。これすごいなぁ。犯罪者じゃないですか。逃げてる。ちょっと、マジでガチ競争じゃん。じゃあ、ちょっとわかるかどうか、その、おろしてるんですよね。弁髪の結んでたやつを、髪をおろしてるんですよ。よく見ると、この辺、ちょっとやっぱ、生えてないですよ。そうなんですよ。髪の毛結んで写真写るのって失礼なのかなって俺思っちゃって。はい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 。で、落ち武者の。落ち武者感すごいよ。僕はそうですね。お母さんが、こういうので本当にいいのって。その時に。言いましたね。これ売れるやつと思わへん。めちゃくちゃすぐ辞めるやつだよ。多分、この、ここの母校に何組も帰ってきましたけど、一番ひどいっすね。いや、鈴木もぐらです、もぐらさんでさえちゃんとしてたんですよ。これはひどいな。多分、そいつ、ドイツ一番じゃないっすか。わぁ、すごいな、これ。てか、もう、いや、竹馬やばいっすね。いや、お前がやべえな。竹馬やばいっすね。竹馬やばい。こんな人や。松本さんがしっかりしてほしかったですよね。俺はもうしょうがないじゃん、もう。逆にこのまんま行ってたらもっと人気やったかもしれない。逆に金属バットみたいな。いや、てか、確かに金属さんよりひどくない。いや、これは、一番売れそうにないですね。でもなんか二人ともちょっとバンドマンっぽい感じしますね。なんかまあ、一番最大限いい言葉を聞きたくて。最大の褒め言葉はそこのあたりになるんでしょうけど。いやー、そりゃ友達できねえわ。いや、確かに。なりたくないもの。うわあ、びっくりした。ハッピーオーラみたいなのが出てたんですけど、このイメージのいいっすね。友達マジいなかったって。ねえ、びっくりした。みんな避けてたんですよ。ほんと、今の刺身の方が好きやわ。ねえ、こいつ嫌いやわ。ですよね。でもほんと時間かかってる。そっからでもやっぱ髪長いのはずっと続けてて、その、ここ前髪は作ったとしても長いの続けてて、コンビ組んだのが3年目の時なんですけど、はい、その時はまだ、とかって思ってて、
で、もう途中で、あ、やばいこれ、ハードル上がってるわと思って、坊主に。はあ、なるほど、なるほど。はい。確かにね。で、やっぱ、その髪型だったら、本当に、その変なやつか、チンピラか、宇宙人かみたいなことしかできなくて。はい。これになってから本当にいろいろ。ネタ縛られ、ネタ縛られてる。確かにね。自分で縛ってる感じがします。そうですね。嫌なのがこんだけ、なんか、無精髭とかなんみたいなんですけど、眉毛きっちりと取れてるんですよ。きっちりと。大学生だからかな。わちょっと衝撃でしたね。指名手配の写真。やばいね。これどうしよう、履歴書行くの怖い。怖いなぁ。わぁ、今まで、10組以上、コットンから始まって、前回の空気階段まで、履歴書、ちょけてるやつ一人もおらんのですよ。ほう。あの、僕の中で、売れてるやつは履歴書ちょけない。なるほど。今、それがもしかしたら、この二人によって。じゃあ、松本さんから。行きましょう。はい、こちら。松本さんですね。職業大学生。勉強は、まあ、趣味。読書、読書。まあ、これはね、まあまあ、変わってないですね。はい、将来の希望、はい。3万人の観客の前で爆笑を取りたい。これ3万人なんで3、多分、多分その、この時の僕の中の面白数字が3だった。なるほど。わかんないですね。じゃあ、最後まで読んでから行きましょうかね。はい、自己 PR がございます。はい、小学校の頃から人を笑わせることが大好きで、ギャグ漫画を描いては友達に見せていました。兄弟や友達と面白いと思うことは優先を、後先を考えず追求していきました。お笑いを食べていくのを昔から変わらず。5時 !5 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 時だ。日本語おかしいともう一回言ってみようかな。兄弟や友達と面白いと思うことは優先を考えず追求してきました。お笑いで食べていくのを昔から変わらず私の夢です。なんか、Google 翻訳で、チャット GPT、国立大出てるとは思う。ですよね。大学に入学して、いろいろな就職の道が見えてきたのも、芸人を志す気持ちは一切揺るぎませんでした。笑いに対する情熱が一番私の PR ポイントです。日本語下手すぎて内容入ってない。いや、なんだろう。だから、あれか。だから、その、就活とかで書く、書き方とかのああいうのをちょっと意識したの。変になんかかしこまった文章にしようとして、なんかもし、お笑いで食べていくのを昔から変わらず私の夢ですってちょっとよくわかんないかな。写真もぼやけてるし。確かに。よくありました、こういう。あ、ほんまや。ちょっと久々に呼んでみてください。わかんないわ。でしょ？しかもなんか、兄弟や友達と面白いと思うことはって、なんかあんこいのに兄弟入れないよね。兄弟コンビで入るやつの。うちはきっちりあの丁寧に書いてるんですよ。うん。やっぱ昔はギャグ漫画とか書いてたんですね。そうですね。小学生の時は、毎週月曜日がジャンプの発売日で、うん、毎週水曜日が僕が書いてる変態森田君。変態森田くん読みたい。発売はしてないでしょ。水曜日は変態森田くん。変態森田くんをめっちゃ書いて見せてましたね。友達とかに見せて。はい。なんか結構その創作するのが結構好きだな。昔から好きだったんですね、やっぱりね。だってそのお笑いやるっていうのっていうか、なんかその考えるやつになろうかなみたいなのが、ね。ああ、そうですね。最初だから作家コースに。あ、そうなんだ。皆さんともしかしたら一緒だったかもしれない。でもその相方に誘われたんで NEC。なるほど、はい、よかったね。なんかキャバクラね、その当時の相方となんか大学生の時に。大学生の時に宮崎のキャバクラに行って、うん、キャバクラを大回ししたんですよ。僕とこの当時の相方の浦崎の隣の席のおっさんとか全部巻き込んで、その帰り道に浦崎と肩組みながら。天下取ろうぜ。さっきだけしょ。いやもう火花ですよもう。火花やな。俺がいけるよこれ。そのまま NC 行きました。もうお笑いを何よりも優先した。後先考えずにやっていた、というのがあるんです、ね。熱いんだよやっぱ。やっぱり熱いかな。ああなるほど。久々に自分の履歴書見て。いかがですか。よくこいつキングオブコント決勝行けたなって思いますね。これ怖いよね。でもちょけてはないですよね。はい、ちょけてはない。しっかり思いの丈をぶつけてきてるって感じがしますけどね。さあ、これを見ましょう。記憶力こちらでございます。うわ、写真くら。うわ、これで見るとまたさらに怖いな。怖いな。あ、綺麗な字ですね、可愛くて。市川。お前の字か、これ。こいつめっちゃ字下手なんですよ。あれ半券5級3回落ちてる。漢字も書けるの。高1、高2、高3。ちょっとこれ怪しいぞ。
これね、ちょっと女性っぽい字書きますか。これ竹山よく分かったな。これ母ちゃんが書いてくる。母ちゃんが書いてくる。母ちゃんが勝手に応募したの、ジャニーズみたいな。そうなの。俺ジャニーズなのよ。いや、これ確かに市川さんのお母さん世代の字です。いわゆる丸文字という。誰にも見られたことないのこれ。衝撃ですねこれ。今日今回のサムネイル決まりましたね。履歴書おかんが書いた。すごい。母ちゃんが書いたんですよ。読む前。え、そうなんですね。はい、すごいですね。さすが相方ですね。よくわかる。字がもう本当下手なんで。だってこの距離からすぐ見破りました。こんなわけで、こんなまとまってるわけないです。こいつあの漢字の下っていう字も書けないんですよ。いや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 、書けてますよ。いや、書けてないやつもいいから。書けてますよ。だから俺が書いてた下を、最初に書いた下は、こうだったんですよ。違う、お前もっと。いやいや、違う。普通、こうじゃないですか。はい。ここが、ここの方が伸びてた。びっくりしてる。いや、ここが、ここを超えるわけがない。いや、違う。ああ、もう、面白くしようとしてる。面白くしようとしてる。ここ超えてたよ、お前。面白くしようとしてる。そこを超えると下とはやめませんからね。ちょんでいいじゃん。はい。で、まあ、携帯の文字ファとかだったら、まあ、こう、ちょっと繋がってたりするんですけど。いや、だから、で、うん、でも、ここが一番長くなる。あれ、話が。ありえるぞ。いや、だ、でも、2回目、だから、これ、お前、長えよって言われたから、これ2回目、こうやって書いたんですよ。で、そしたら、ちげえよって言われて。ここから、ちげえよ、ここだよ、みたいな。ちょんだよって言われて。こうや。携帯はこう、普通はこう。ここから出ないから、まずもう。で、俺、でも、長えよって言われたから、俺、これ500回練習してそのネタで書くっていうのがあって、めちゃくちゃ練習して、その、スッと書かなきゃいけないから、もう、よし、完璧だと思ってやったら、もう、その、書き順も全部間違えてて、って意味なかった。それは、これ書かれへんわ。いや、だからもう。いや、でも、お母さんに書いてもらってよかったじゃないですか、結果。いや、だから、そこら辺は勘はしっかりしてるんですよ。なるほど。だから、自分ができないことは分かってるんですよ。はぁ、なるほど。うん、恥ずかしくてできないでしょ、みんな。そんなお母さんをね、使って、ゴーストライターが何て書いてるのか、ちょっと見てみましょうかね。石川さんですね。趣味、特技、読書、散歩、音楽鑑賞。あ、読書一緒だ。将来の希望。死ぬまで笑いをやっていきたい。お重いな。自己 PR。私は幼い頃から不器用で、集団の中でうまく生きていくことができません。重いなぁ。お母さんが書いてるんだ、これ。それがもう足されて、集団で生きていけませんよ、お母さんが書いてる。母ちゃんが、そうなんだって思いながら。その中でも、今まで生きてこれたのは、紛れもなく、お笑いの力のおかげだと思っています。そうですよ、ね。テレビのお笑い芸人に憧れて、人前で喋った時の体が熱く燃えたぎるような感覚は最高であり、これなしには生きられないと思っています。はい、そして、いつまでも熱く生きていくためには、もうここしかないと思っています。俺だからこれ NSC 受からなかったら死ぬつもりだと思った。面白いなぁ。集団の中でうまく生きていくことができません。だから友達いなかったって言ったでしょ。ほら。ここ面白かったですね。テレビのお笑い芸人が憧れて、人前で喋った時の熱く燃えたぎるような感覚は最高であり。うん、いいですね。これお母さんに言って、お母さんが書いたってことでしょ。お母さんに言って。本当に行くんだね。ほら、相方の名前、お前、浦崎って書いてるから、俺、空欄だから、これ。あ、そうか、相方の名前。一人で入ってきたから、やっぱ。へぇ。うん。いやー、これは。うわ、覚えてるわ、これ、なんか、母ちゃんと、はい。これ言ってて、はい。で、この願書のやつで、母ちゃんが、もう結構集中して、一生懸命書いてくれて、さ、最初に言ったやつをメモして、で、それで、じゃあ、書くねっつって書いてたんですけど、母ちゃんが字詰めすぎて、下が2行ぐらい空いて、で、それで母ちゃんに、え、これ空いてたらやべえんじゃねえかみたいな。なんかもう言うことあるって母ちゃんと二人で話したのは覚えてますね。最後、あと2行空くなと思ったのか知らないですけど、行間ちょっと、空けてますね。最後、字がどんどん幅が広くなってきた。これちょっとお母さんの心情が見て取れますね。12月30日に書いてるわ。なんかお母さん書いた。結構早いんじゃないですか、12月30日に書くっていうのは。どう
うなんですかね。でも年末で、もう、そうです。俺でも10月。10月か。ああ、そっか。大晦日の日に親子2人がリビングでこれ書いてたと思うとちょっといい話だね。涙の待ち。いや、これコピーだからね。俺、あれですか、市川さんが書いてって言ったんですか、他に。そうですね。お母さん、そんな応援してくれてたの？いや、そうですね。でも、母ちゃんも、やっばってずっと思ってたと思ってた。あ、やばい、本当にお笑いやろうかなと思ってた。なるほど、もう思ってたと思います、ね。ということは、その前に、おかん、俺、吉本入りたいねんっていう、あの、くだりがあったってこと？高校卒業した時にするときに、大学行かないでそういうのしたいよ、みたいな感じに言って、でも、大学は行ってよって言って、だから、母ちゃんも、だから、俺が4年生ぐらいになるときに、就活しないで、俺、お笑いやっぱやるわって言ったときに、あ、本気だったんだ、みたいな感じではいましたね。でも、賛成してくれて。そうっすね。ウィンが言ったったらいいよ、みたいな。もう、しょうがないなっていう感じだと思いますけど。ブラジルのおとんは？ブラジルのおとんは、この写真はブラジルのおとんが撮りました。え証明写真じゃない？俺、あの、親父が、あの、ブラジル住んでるって、もう、この時ももう、7年ぐらい会ってなかったんですけど、もう、だから、年末に親父が日本にたまたま帰ってきた時に、親父に写真1枚撮ってくんないって言って、写真撮ってます。はい、でも親父には芸人になるなんてあんま言ってなくて、はい、で、親父はブラジル帰って、その帰った間に親父が撮った写真切り取って、だから、ちょっと暗いんですよね。ちょっと待ってください。はい、この履歴書の中に家族がある。家族の思いが全部入ってる。一つ、家族で入学してきてる。そうなんですよ。それ家族なんですね。そうなんですよ。で、姉がね、二公園の姉が就職してなかったんですよ。入りたい職業になれなくて。僕が NSC 行って、はい、ライブでめちゃくちゃ滑ってるの見て、はい、あんな風になりたくねえっつって、就職しました。素敵な家族だなぁ。でも、ちょけてませんでしたね、そいつさんも。いやぁ、市川さん、改めて履歴書を、ね、はい、家族の思いも詰まった履歴書でございましたけども。いやぁ、でもなんか、いや本当に涙出そうでしたね、思い出しました。これがお父さんが、7年間会ってなかったお父さんが撮った写真だと思うと、さらに、お父さんのゴーサイン出すね。なるほど。ありがとうございました。諦めないで戦ってたから、もう諦めついたっていうか、自分が好きな方向性見つけてからルール、はい、覚えたら方がいいんじゃないかなって言ったの。最後のありがとうございます。え、いや、全然。足は、みたいな。